アメリカ合衆国造幣局は、アメリカ合衆国において、通商貿易のために、硬貨の製造を行い、その流通に責任を負う機関である。本部は、ペンシルベニア州フィラデルフィアのフィラデルフィア造幣局に置かれている。造幣局では、紙幣の製造は行わず、それは製版印刷局で行われる。設立は1792年4月2日であり、 公家法が議会を通過したことにより国務省の内部組織として誕生した。造兵局の本部であるフィラデルフィア造兵局の建物はアメリカ合衆国憲法の下において最初に建設された建物でもあった。造兵局の初代局長には天文学者のデイビッド・リッテンハウスが指名された。造兵局は1799年に独立機関となり、 その後1873年の降下法により、財務省の下部組織となった。造幣局の設立により、合衆国は重新法の貨幣制度を採用した。それ以前は8新法のスペインドール銀貨が標準的に使用されており、その中に重新法に基づくイギリスのポンド、シリング、ペニーが混じって使用されていた。1784年、トーマス・ジェファーソンは、 大陸会議の最高財務責任者、ロバート・モリスと貨幣制度について議論をした。そしてベンジャミン・フランクリン、アレクサンダー・ハミルトンらの強い後押しにより銃、新法の貨幣制度導入が提起され、翌1785年の議会により合衆国の貨幣単位は1ドルであり、ドルは銃新法に基づいて分割されるという決議が行われた。翌百八十六年には、 1>, 1ドルの100分の1がセントと名付けられた。フィラデルフィア造幣局の建物は1792年に建てられた。実際に硬貨の製造業務が開始されたのは翌1793年であった。現在のフィラデルフィア造幣局の建物は4代目である。フィラデルフィアで製造された硬貨には一部の例外を除き1980年まで。 製造地を示す表彰が付けられていなかった。実際に製造地を示す表彰が付けられ始めたのは1980年になってからのことであり、フィラデルフィアを表すアルファベットの P という文字が付けられた。デンバー造兵局フィラデルフィア造兵局が1792年に業務を開始して、以来、造兵局は合衆国の各地にはいくつもの支局を展開した。 1835年から1838年にかけてノースカロライナ州シャーロット、ジョージア州ダロネガ、ルイジアナ州ニューオーリンズに相次いで支局が開業すると造幣局は効果の製造地を識別するための表彰を導入する必要性が生じた。シャーロット造幣局ではアルファベットの C がダロネガ造幣局ではアルファベットの D がそれぞれ表彰として採用され、 地元で再興された金を材料として金貨の製造を専門に行った。シャーロット造幣局及びダロネガ造幣局は南北戦争期の1861年に金貨の生産を終了し閉鎖された。ニューオーリンズ造幣局ではアルファベットの王が表彰として使用され11種類の金貨、銀貨が製造された。ニューオーリンズ造幣局は 南北戦争期の1861年に業務を停止したが、戦後復興期末期の1879年に再開され、その後1909年まで業務を続けた。1870年にはネバダ州カーソンシティ西局が開業し、1893年まで稼働した。カーソンシティ造兵局では、地元の巨大な鉱脈から採取された銀を材料とする、 銀貨が製造され、アルファベットの CC が表彰として使用された。1920年、合衆国の植民地であったフィリピンのマニラに合衆国造幣局の支局が設置された。マニラ造幣局は合衆国本土の外に置かれた唯一の支局であり、1920年から1922年まで、また1925年から1941年まで、 稼働した。マニラ造兵局からは、植民地内で使用される1、5、10、20、50センターボ効果が製造され、また表彰には、アルファベットの M が使用された。ありがとうございます。